岩木正義は、プロデューサーで、朝日放送ラジオの取締役である。兵庫県出身。国際キリスト教大学卒業後、朝日放送へ入社。おっちゃん VS ギャルの AD を担当以来、テレビ制作に携わる。主にクイズ番組や、関西ローカルの演芸、バラエティ番組のプロデューサーを務めていた。2010年11月1日付で、制作局。 テレビ制作部長に就任2013年6月26日付で制作局長補佐に就任朝日放送の持ち株会社化と事業会社分社により2018年4月1日付で朝日放送ラジオ株式会社の取締役に就任したパネルクイズアタック25の番組の狙いとエピソードをこう振り返っている 約36年にわたって司会を務めた小玉清氏についてはバラエティに走ることなくクイズ本来の姿をブレずに守っている姿が視聴者に支持されているものと思います。だからこそ年間2万人、3万人もの方が私も出場したいと応募されるんです。と述べている。 小玉が2011年5月16日に、遺願のため77歳で死去した際には、叱ってもらえる人が他界された。本当に寂しい限りです。安らかに永民されることを願っております。と哀悼のコメントを寄せた。また、アタック25が2021年9月26日で、番組終了、46年半の歴史に幕を下ろすことになった際には、 最終回を目前にした2021年9月のモンターウェブでのインタビューにおいて、寂しいと残念という感想です。番組作りの色ハを教えてもらったと、感謝と思い出を語り、長寿番組に育った理由についても、どうしても新しいプロデューサー、ディレクターがつくと、とかく番組を変えたがる傾向がありますがそれを、やらなかった。 ルールの根幹を変えずにやってきたことが46年続いた理由と述べた。さらに最終回放送を前に、最終回にはきっと小玉さんがもスタジオに来られる。そして、最後は美しく、皆様に名残をしまれるように放送が終えられればと願っているはずと語った。代表取締役及び取締役の移動並びに子会社の役員人事に関するお知らせ。 http://file.swcms.net コロンススララッッシシュュスラッシュファイルスラッシュアサヒスラッシュ J s ラッシュ IR スラッシュニューススラッシュオート20兆1802億746万6151プドフファイル PDF 読売新聞エンタメ TV2004 年4月6日より読売新聞エンタメ TV2005 年3月17日より復刻 小玉さん、アタック25への思い。日刊スポーツ大阪版。日刊スポーツ。httpww.neconsports.com。エンターテインメント。ニュース。f t p 0から2011万517から77万7166。html ハット。小玉清さんを追悼。パネルクイズ特番。日刊スポーツ。 http://neconsports.com エンターテインメントニュース ptp 0から2011万518から77万7350 html アタック25今週末最終回歴代 P が語る長寿番組になった理由全編変わらないルールが支持され46年モンターウェブ https マンタンウェブ .jp アーティクル一万九百二十四ドッグ00メートル二億八万六千 c h t m l 二千二十一年九月二十五日閲覧アタック二十五ついに最終回受け継がれてきた小玉清さんの哲学正解の確認で収録中断もモンターウェブ https マンタンウェブ .jp アーティクル 2021924ドッグ00メートル2億8万5千 c h t m l 2 0 2 1年9月25日閲覧ありがとうございます。